跳ねます。サムエル、サムエルだ。杉山クロック曲がって、杉山カットインからシュート。素晴らしい。時間をかけて家永ジェジエ。駆け引きしてますんで、この辺もねこうずっとやり続けていくべきですね。と島田のところでしたが、木田が打ってくる、決めた。後半立ち上がり、追加点は仙台。思い切って、まあ、ここね少しねカナダとしてはこう後ろからのチャージでファールっていうアピールもあるのかもしれないですけど、ここしっかり拾った木田選手がね思い切って振り抜いた素晴らしいゴールですよね。まあ、コースがね非常にいいコース飛んでますので、井上オフサイドありません。井上のクロス、一山越えない。エドワルドネット縦パス、サムエル、サムエルだ。大分同点。サムエル判定して左足一閃、強烈なシュートを突き刺しました。これで今季町田戦3点目。すごいシュートでしたね。この戻りオフサイドじゃないのかっていうことなんですよ ね。足止めてからリスタート認められています。黒木、杉山、高橋中に入ります。杉山、黒木曲がって、杉山カットインからシュート。素晴らしい。前回のホームゲームでも同じような見事なゴールを決めていました杉山直弘、今日は先制点。利き足いい形に持ち込めた杉山選手もシュートまで外から巻くような弾道でスピードもしっかりと保ててますし、抜群のゴールですね。幅を取って杉山、まあ、ここで福森が本当に、まあ、松岡さんおっしゃったようにピン止めされた状況。杉山でしたのは速馬元、杉山今日2点目。誰も止められませんでした。パスに、対して絶妙なタイミングで竹本選手のラストパスですよね、はい、神戸選手を絶妙にかいくぐってラストは左足振り抜き、見事なゴールですよね。パス&ムーブ、そして絶妙なタイミングと技術。山根がブロック、谷口は柔らかいボールを使って右サイドへ、サイド家永、すぐに小林優はゴール前、時間をかけて家永ジェジエ。足がつっても決めました。轟きに戻ってきたジェジエ、見事なヘディングつってたんですよ足が。ここね小林優から家永ですよね。家永のクロスの質も良かったですし、まあ岩田の前で後ろから前に入ってきてですよ、ポストに当ててものすごい強いヘディングシュートですね。後ろから助走つけてですもんね。今お話ありましたけど、ちょっと前に足組んでたと思えないぐらいのねジャンプ力ですよね。はい、強烈なヘディングシュートでしたね。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications